ス信用が売りだ純度 100% ヒップホップパックこちらハス信用が売りだ純度 100% ヒップホップパックもうこれ巻き出したらスイッチ入るやな、はい、試合やなと思いますねえでしょ意気込みは勝つしかないでしょグーしとけあ、しまった対戦相手は見たのもう全く見たあ、一応ちょっとだけ見たもうつけたそんなんかいけるかさっきみたいなのあー、やばいよっしゃレジどう？行くよ。コマスター見とって。頑張ってください。それだけ。頑張ってください。楽しみにしてます。コマスで。それだけ。さあ、あと。絶対全然 OK で全然 OK めちゃくちゃいい俺の試合おもろいThank you.
ありがとうございました。何年ぶりか。もうデビュー戦からめっちゃ緊張したけど楽しかったです。ありがとうございました。いやさ、別にさ、そのなんていうの、俺は結果求めてないの。はい。お前は結果よ。いや、そうっすね。お前プロになりたいの。打ち合うなって言って打ち合いに行ったもそうやんでも、はい、もうジャブついてさ、ロー蹴ってさ、ハイ蹴っとったら完封できたんじゃない、はい、勝てられて落としたお前、はい、そこでお前が満足するんやったらいいよ。満足というより今回の試合でパンチ見えとったから余裕やなって。もらっとったよ。いや、もらっとったんすけど下がりながら見えとっても、はい、もらってるやん。そうっす。見えてないやん。次の課題は見せる。いや、マジですね。下がりすぎや。はい。一般の人からしたらからしたらさ、はい、下がった方がやられたと思うやん。そうっす。もらってないけど、もらっとってもない。はい。だから、格闘技お前の方がテクニック強いかもしれんけど、試合が下手やった。試合が下手やった。怪我ない？大丈夫。足が痛い。はい、よかったけど、やっぱ楽しきインパクト悪かったですね。インパクトなかったですね。あと、ちょい何センチか入っとったら失神やった。まあ、でも、一番湧いたんじゃない？そう。勝て取った試合やっただけに、悔しいな。そうですね。ということで、あの、打ち所、Kさんから、シャンパンマッコリいただいたんで、まあ負けたけどね、まあ、次に向けてがあるから、はい、俺はやめへん限り次があるから、はい、頑張れレイジ。次は絶対勝ちます。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。美味しい。うまい。めっちゃ飲みやすい。めちゃくちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。このタンよ。ゆいどう？タン。うまいな。最高やな。どうレイジ？めっちゃ美味しい。お前ええ顔してんな。ええ顔。試合終わりの美味しい肉は最高っすね。そうやな。まあ次に向けてな、美味しいもん食べて頑張ろう。お願いします。おっす。はい。